乃木坂46垣春香、23歳の誕生日を真っ先に祝ってくれた同期メンバーとは、本当に気遣いができる子。8月8日放送の東京 FM スクールオブロック内の乃木坂ロックスに、同日23歳の誕生日を迎えた乃木坂46、垣春香が出演。誕生日を真っ先に祝ってくれたメンバーを明かした。今回の放送では、この日が垣の誕生日当日であることにちなんで、リスナーから送られた18個の質問に答えるという企画が行われた。この中で、誕生日を一番初めにお祝いしてくれたメンバーは誰？といった質問に対し、垣は、これはですね、黒見はるかちゃんです。これ毎年そうかも。いつもクロミンは、お誕生日になった瞬間、もう0時0分0秒くらいに LINE が来るんですよ。クロミンは多分ね、メンバーみんなにそうやってやってるんだろうけど、本当に気遣いができる子で、おめでとうって一番に言ってくれましたね。嬉しかった、ありがとう。クロミンと、同期の黒見はるかに感謝した。また、この1年間で成長したなと思うことは、という質問には、なんだろうな、ちょっと大人になったなって思うのは、ちょっと料理するようになったっていうかと回答。さらに、乃木坂46の冠番組、乃木坂工事中、テレビ東京系の企画で料理を披露したことに触れながら、大丈夫か、っていろんな人に言われたので大人になろうって思って、多少料理するようになって、可愛い食器とかを買うようになって、まゆたん、さむらまゆ、とかと一緒にね、この間会に行ったんですよと語っていた。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.